何よ、なんで私がここにいるのかって聞きたいの？ふん、そのくらいのことは君の顔を見ればすぐにわかるわ。まあ教えてあげてもいいけど、今日は君のことを研究したいと思ったのよ。君は私が初めて見るタイプなのよね。キリト君ともその他の人とも違う。寝るときとか食事のときってその人の素が出るでしょ？だからそこを研究したいの。それから GGO の世界についても詳しそうだし、いろいろと話を聞きたいとも思ってるわ。この世界は今までのゲームとは随分趣が違うから。まさかダメなんて言わないわよね？よろしい。それじゃ、たっぷりと研究させてもらうわ。でも、今日はなんだか眠くなっちゃった。明日から研究を開始して、も楽しかったわね。 GGO の戦いってファンタジーとは全然違うし、銃器って精密機械だから VR で表現するのは大変だと思うんだけど、見た目も持った感覚もかなりリアルよね。魔法やスキルで戦う世界とは違う現実により近い VR。 興味ちょっと熱くなってしまったみたいね。もともとこの世界に来たのは個人的な調査のためだったけど、すっかりハマっちゃったわ。でもやっぱりこうして楽しめるのも仲間がいるからなのよね。ここにはフカちゃんもいるし、キリト君たちもいる。それにもちろん君がいるから。ちょっと今の聞こえた？別に深い意味じゃないわよ。ただ君と一緒だと普通に遊ぶだけで楽しい、じゃなくて、そう、研究意欲、
研究意欲が刺激されるのよ。この前も言ったけど、君はなかなか興味深い存在なの。だから、そういう男女のあれじゃないってこと。わかった？勘違いは絶対しないでよね。おやすみ。嬉しいわ。今日もたくさん遊んだわね。さすがに疲れたわ。でも、なんだか眠れないのよね。君もそうなの？そうだ、こういう時は子守歌がいいのよね。とっておきの歌を歌ってあげる。感謝しなさいよ。たった一人のために私が歌うなんて、めったにないことなんだから。それじゃ行くわよ。どうだった？もしかして感動しちゃった？これはね、お姉ちゃんが教えてくれたの。家族みんなが歌う大事な歌なんだ。だからこの歌を聴いた君も私にとっては家族みたいな。じゃなくって、大事な歌を聴かせてあげたんだから感謝しなさいよね。まあどうしてもって言うならまた歌ってあげてもいいけど。ね、そうよね、もちろん聞きたいわよね。それじゃまた歌ってあげるわ。そのうち君にも覚えてもらうから、しっかり練習しないとね。それじゃ、おやすみなさい。